いくつか用意しました。おいで。はい、お分かりでしょうか。犬という動物は自分が群れの中のどの位置にいるかっていうのは結構気になっていることなんですね。で、じゃあ一番だったらいいのか、そんなことはありません。一番になると守る場所は増えるわ、敵は増えるわで、いつまで経っても落ち着けないんですね。で、そういうワンちゃん実はご家庭にいっぱいいます。2番目であれば、3番目であれば、一番下であれば、下であればあるほど安心します。そういう動物なんです。で、それを決める基準っていうのは一体何かっていうと、自分が相手より大きいか小さいかなんですね。ですから、例えばチワワであってもですね、ゴールデンレトリーバーに対して自分の方が上だよっていうことを示そうと思った時には、前足を相手の背中の上に乗せます。僕の方が大きいんだ。ですから、できるだけ伏せの練習でもそうですが、上から抑えられたくはないんです。こんな研究があります。知らない人から撫でられる際に、どこを撫でると嫌がって、どこを撫でると喜ぶか。ご想像の通りなんですね。頭を上から撫でられるのは極端に嫌がった。尻尾の付け根をツンツンされるぐらいならいいけど、そのちょっと前の部分、腰のあたりを押さえられるのはとても嫌がった、いう研究が3年前に出ています。まさにこのおいでっていうのは普段やってしまいがちな間違いで、日本で、飼われている犬のベスト10は全て小型犬です。つまりちっちゃいわけですね。どうしても寄ってきたらですね、おいでと上に覆いかぶさってしまいます。犬からしたら上から押さえつけられているのと一緒で、こんな風に見えてるかもしれないということなんですね。はい、ただ小さいものが近くに寄ってきたら、どうしても人間はこうなります。はい、もう絶対になります。ですから練習として、これ海外のドッグスクールでよくされている方法なんですけども、しつけ教室でよくされている方法なんですね。犬においでを、命令する。寄ってきたら呼び寄せる、前に飼い主が一歩下がってくださいっていう練習をします。言われてみれば確かにそうで、一歩下がりながらしゃがむって難しいんですよ。ぎこちないですよね。できないです。で、じゃあこれを覚えたからといって、普段も家の中で一歩下がりながら犬を迎えるのかっていう話になってきます。それができないから、先ほどのおいでですね、私は必ず犬を体の隣に呼び寄せます。そうすることで、しゃがんでいても隣ですから覆いかぶさってるにはならないんですね。あと私がよくやるのは、私大体どんな犬でも5分あれば仲良くなれるんですが、犬がやってきました。そうすると普通の人はこう迎えるんですね。私は体を向きを変えてこう呼び寄せます。犬と同じ方向を向くように必ず犬と対峙します。少なくともそうすることで、初めての犬については警戒心が薄れます。これ実は人間同士もそうなんですね。皆さんもそうだと思いますけれども、どうぞ前の方にお座りくださいって言われたってですね、前に座ったらこれが待ってるわけですよ。嫌ですよね。はい、で、私もカウンセリングの時、いろんな人とお話をするときは必ずこういうお話をします。はい、そういう対人間でも応用が効く、やり方というか、それをします。で、これの悪い点はですね、もう一つあります。初対面の犬の場合ですが、どうしても正面から見ちゃうわけですね。犬はとっても嫌なんです。これがこういう状態、これとっても嫌です。もう
喧嘩をする時の合図なんですね。ただただ長年連れ添った飼い主だけの特権だと思ってください。あの目を見てアイコンタクトを取る、これは飼い主になった途端にとても必要な行為になります。これをすることで犬も自分で考えるようになる。おいでの注意点です。呼びかけられて近寄りたくなる飼い主を目指してください。これはきっかけを何にするかっていうことが大切になってくるきますが、おやつ、私はおやつを使います。で、犬のワクワクが飼い主へ向けられるように努力をします。例えばおやつがあったとして、どうしてもおやつばっかり見てる、こいつ僕の言うことじゃなくておやつの言うこと聞いてるよなっていう状況を感じたことがあると思いますけど、そう思ったら飼い主の特権を使ってください。このおやつしか見ないのであれば、このおやつを見る集中力がその子にはあるんです。これを自分の目の隣に置いて、何かのきっかけでワンちゃんと目が合った瞬間にあげればいいじゃないですか。視線を合わせればおやつがもらえると自分で考えるようになります。そして、近寄った、犬に対して私はかがみ込みません。うちの学生なんかに言わせると、先生の動きは自然なのに普通じゃないって言います。犬が近寄ってくると私こうやってしゃがみ込むんで、まっすぐこうエレベーターのような動きになります。はい、まあ、ただこれが原因で犬に好かれるのかどうか分かりませんけれども、少なくともこれで失敗したことはない、ね、上から覆いかぶさるは、しません。で、どうしてもかがみ込んでしまう場合、これですね、さっき言った自分の体の横に向かって呼び寄せるということです。それから散歩の問題ですね。制動を聞かずに飛び出していっちゃうとか、逆に行きたがらないという状況が結構ありますが、ここで一つ盲点です。普段の生活で散歩がうまくいかないからって散歩に出てそれを直そうとするんですね。外っていうのは犬にとって興味のあるもの、怖いもの、そういった普段家の中ではない刺激がたくさんあるんです。そこでやろうとするわけですね、はい、人間じゃないですから、本番のつもりで練習しろって言われてもっていうことです。刺激がないところでやればいいわけですね、家の中です、はい、で、じゃあ家の中でそんな歩き回るような場所はないよ。歩き回るが散歩なんですが、果たして散歩の問題というのは本当に散歩ですかってことです。よく考えてください。私の隣に犬がいない、外に出た時に人間の隣に犬がいないことが問題なんじゃないですかということです。じゃあ逆に人間の隣を歩いている犬の視界には何が映っていますか。人間の足、太ももじゃないでしょうか。まあ、ここを歩いているならば、この犬には私の太ももとかふくらはぎが見えてるはずですよね、はい、これが見えた瞬間におやつをあげていればどうなるでしょうかという話ですね、はい、ここにいるといいことがあるんだを先に教えることなんです。でよく散歩の問題とかでですねあります、有名なトレーナー等々が、突然走っちゃった時に引っ張るんではなくてロック、これ以上向こうに行けないようにグッと踏ん張るっていうようなやり方とか、散歩をうまくやろうと思えば犬任せにするんじゃなくて人間が最初に好き勝手歩けと、そのうち歩きにくいから犬が勝手に考えて周りを歩くようになるよとかあります。いろんな方法があるんですけれども、私の場合はそのワクワクする気持ちを崩したくはないので、
人間の太ももが見えてる、あるいはふくらはぎが見えてる場所でいいことがあるっていう経験をたくさんさせるっていう練習から始めます。そのためにはおやつに勝る刺激がない場所、家の中でやる。犬は歩いてなくたって構わないわけです。太ももが近くにあればいいわけです。で、近くにいるおやつあげる。むしろ犬は動かなくても私だけが反対側に移動しておやつをあげる。散歩じゃないですか、はい、たったそれだけです。そこから徐々に練習をしていきます。見方を変えてるだけです、はい、でも簡単ですよね、それは、はい、家の中にリードでつながれた犬がいる。太ももを近づけていっておやつをあげる。反対側に移動しておやつをあげる。それをじゃあ1メートル移動してあげるっていうふうな練習をするだけです。歩くことだけが練習とは限りません。人の横にいるですねと嬉しいんだということから、それが定着すると犬が今度自分で考えて視界に人間の足が映る位置をキープしながら移動してくれます。で、まあ、慣れている環境で行うということですね。で、家の中で少し一緒に歩いてみるということです。で、もう一つですね、トイレの問題というのがあります。排泄ですね、不適切な排泄という問題行動は犬ではそんなに多くないですが、猫では最も多い問題行動です。これはですね、トイレのしつけっていうのをどう定義するかっていうと、巣穴から離れて排糞排尿する本来の性質を家庭環境下で引き出すという定義があります。つまりトイレのしつけをするためにはですね、実は一体何が必要かっていうと巣穴が必要なんですよ。家の中であちこちでおしっこしちゃうっていう子ほど実は自分の定位置がないんです、はい、おしっこの問題でありながら住処の問題になることが多い、つまりねぐらが決まってないのよ、というか全部ねぐらなのよ、家の中が自由なんだから。お留守番の時に全部守ってなきゃいけないし、だから全部ねぐらなのよ。ねぐらの外でおしっこしたいのに、そのお外ってお散歩の時しか出れないじゃない、だからどうでもよくなってその辺でしちゃうんだよっていうことです、はい、つまりここなんですね、自分が落ち着くべき場所、まあ、クレートで構いません、そこさえあればその外は全部お外なのでおしっこができるようになる。ただ特にオス、去勢してないオス犬なんかに、中の場合は縄張り広くしようと思ってマーキングする場合があります。ですからどうやって、これオーソドックスな方法ですが、一般的なトイレトレーニングどうするかっていうと、ペットシーツを最初広めに敷き詰めます。でそのうちどっかでします、はい、ここでしましたね。そうするとそのちょっとずつですが、このおしっこをしなかったシーツを外します。で徐々にそいつを狭くしていって本来のトイレの場所にこれを徐々に移動させていって、最終的にこのトイレでしてほしいというトイレに、シーツを設置します。で全ての工程において犬がおしっこ してる時を見つけた時だけで構いませんから、ワンツーワンツーとかおしっこおしっこ声をかけてあげる、そういうことをしていただくといいと思います。それから吠える、これは特に、ね、世田谷区の場合は気になる点だと思います。なんで吠えるか、確かに犬は感情豊かな生き物で私たち人間にとってもとても分かりやすいんだ、そしてプロアマを問わず犬の状況はほぼ間違いなく表現することができることがとある研究で明らかになっています。それぐらい犬は人間にとって分かりやすい動物なんですけども、なぜか吠える、
その吠える理由っていうのはいっぱいあります。遊んでほしい時の要求声、ご飯の時ちょっと興奮してる、散歩の前興奮してるよ、それらに関係なくただただ興奮してる子いますね。なんだかわけわかんなくなっちゃって、もうえらいことになってる、久しぶりに親戚のお兄ちゃんが遊びに来た日のそこの子供みたいな状態になってることありますよね、はい、それから他の犬につられて吠えてる、寂しくて吠えてる、警戒、恐怖、縄張りを防衛するためにびっくりして吠えてる、攻撃したくて、あるいは痛くて吠えてるってこともあります。それから自分に限らずご家族を守るために吠えてることもある。理由は様々なんですけれども、吠えるというものの基本の対策は吠える対象をなくすということです。その犬の目の前から吠える対象をなくしちゃえばいいわけですね。で、例えば家の前を通る人とか郵便屋さんに吠えてしまう。なぜか、その音が聞こえるか、その姿が見えるからです。でもっと言うと、その音が聞こえるか、その場所が見える場所で飼ってるからですね。見えないところがあるんであれば、そこで場所を設定してあげればいいし、ということになってきます。ただこの犬が吠えるという行為、同じ吠えるという行動でありながら、例えば田舎の一軒家、隣の家まで500メートルありますっていう場所で飼っている場合には、番犬としての頼もしさをむしろ感じる。これが住宅街になってくると、そろそろちょっと気になってきますよね。そして都会の集合住宅だと、ご近所への気兼ねでですね、できるだけ吠えないようになんとかならないか、思ったりするようになる。私の過去のクライアントでもそういう匿名の投資をたくさんされて引っ越しを余儀なくされたという飼い主さん結構いらっしゃいます。まあただ吠えるということに関しては、どの犬だって同じ吠える、すなわち人、飼ってる側の人の環境によってその深刻度は大きくなったりちっちゃくなったりするということです。これを一つ考えてみると、まずトイレとかへの注意点として、ネグラクレートなどをまず意識させる。実はこのトイレと吠えって結構共通点があります。何にせよこの子にとっての城という場所を一つ用意してあげます。で、ここで生活をさせるんですが、勘違いしないでいただきたいのは、こんな狭いところにずっといるところがかわいそうだっていうふうに思っていらっしゃるんですけど、違います。広めに犬の場所を作っても構わないんですが、その一角には必ずクレートを置いてくださいということです。ただしその一角というところは必ずサークルか何かで囲ってですね、留守番の時にいたずらし放題、犬から してみれば、これ全部守んなきゃいけないから大変だなという状況にならないように、あなたが守るべき安心できる場所はここだけよというふうな囲い方をして安心させてあげるっていうことです。そういう場所を作ります。で、これ後でクレートの推し、クレートトレーニングの方法ムービーでご紹介しますね。で、ねぐら以外の、ねぐらが決まるとそれ以外の場所にあるのはトイレです。巣穴から離れた場所が得られます。そしてそこをくつろげる場所として使えます。怖い時には逃げ込めるし、縄張りが狭くなるイコール来客の声、来客への声が減っていきます。その子が守るべきはそこだけになります。大抵の子は全部を守ろうとして、ちょっとでも自分の縄張りになってしまった、家に一歩でも入ると吠えちゃうんです。そういう状況になります。でハウスの、習慣でそれを解決しましょうということですね。でこれ実は災害時の移動にもとっても便利です、はい、もうすぐ入ってって。私の愛犬13歳ですが、彼女の使っているクレートを持ち上げて1メートル離れた場所に下ろしただけで慌ててその中入っていきます。それぐらいこの場所が好きなんですね。そうすると楽です。でちょっと狭いところでかわいそうっていう気持ちを少しでもちょっと考え直していただくために、一つの例を、
出します。実は犬っていうのは暗い狭い静かっていう場所が大好きです。その一つの例として雷が鳴っている、あるいは花火大会が近くで行われているとき犬はどうしているでしょうか。だいたい狭いところ、ベッドの下とかどっかの端っことかにいてブルブル震えてます。でどうしてそんなことをするのかっていうと、雷とか花火っていうのは自分の力では対処できない恐怖です。ですからなんとか隠れたいわけです。隠れたいわけです。まさかその時もっと怖がりたいと思ってそんなことをしている犬はいません。つまり狭いくらい静かな場所で安心するんですね。なんとかしたいと思って狭い場所に入っているわけです。じゃあこの気持ちを普段に役立てるわけですね。ここはいいことがある場所ですよ、安心できる場所ですよ、守るべき場所ここだけですよ、声も減っていきます。そこで問題行動が防止、持ち運びの簡易化っていうことができるようになる。でどうやって教えるかです。とはいえ最初からこのクレートの中に入る、みんなが入るかっていうとそうとは限りません。この穴の中に入ることはことを怖がる子も結構います。だから最近のハウスっていうのはだいたい上下、分けてですね、トレーの部分と上の部分を分けて外せるようになってます。まずトレー、上の部分を外して中でおやつをあげます。これは私の愛犬13歳、よく雑誌にも出てきます。もう生涯の餌代ぐらいはこの子稼ぎましたから、主人としてはとても助かっています。で、蓋をします。出てきてよって、もう慣れてるもんですから出てきてよって言ってもこの中で待ってたりします。でおやつを中に入れてあげる。入ってる入ってる、早く早くですね。こういう状態にします。もうなんか好きなもんですから中で待つんですけどね、この子は。はい、こんな感じで、この中でいいことがいっぱい起こるぞっていうことを教えてあげる。でまとめてみますと、好ましい状態を褒める癖を普段の生活で、つけていただきたいということです。何にもしてなくたっていい状態なんです。はい、悪い状態でなければ全ていい状態です。よく吠えて困るっていう飼い主さんが、じゃあ、褒められる箇所を見つけて吠えてくださいねって言うと、そんなこと言ったんですよ、うちずっと吠えてるから褒める場所がないよっていう飼い主さん結構いらっしゃるんですよ。逆に聞きますけど、その子24時間覚えてるんですかっていう話ですよね。そんなことはね、寝てる時間だってある、ね、興奮させない程度に声をかけてあげるだけでいいんです。吠えるというのも実は吠える前に小さくグーッと言ってることがあります。その時には声をかけても構いません。同意してあげるんです。分かったよって、ご主人が分かってくれたからもう吠える必要はない、関係ができてればの話です。それから犬の表現に合わせた姿勢や動きですよね。まずは正面から上からっていうのを避けます。これは特に初めての犬に対しては、で自分の犬に対してはこれは飼い主さんだけの特権です。たまにはやってあげてください。そして最後ですね、環境の整備としてクレート、ねぐらを用意してあげる。ここは僕だけの場所で安心できて、守るのはここだけなんだよっていう、そういう場所、大好きな場所を作ってあげるということが必要になってきます。で最後にですね、これまとめなんですが、この後ちょっとムービーがあるんですけどね、私がしつけをするときに気をつけることを一例として、逆のことも常に教えます。例えばソファーに、乗って、困るっていう犬は乗ることは覚えてる。その逆も教えるんです。降りて教えるんです。その代わり乗っても教えるんです。こういうことですね。もう人のものを使って困るんだったらそこから出ることも教えるということです。
まあ、ミニチュアルワークス、腰が悪くするといけないので、一回やってるんで、あの犬用階段ですが、2000円で売ってました。こうやって乗ることも教える、その代わり降りることも教えるっていうことですね。何かあって困るんだったら困らないのはその逆です。ですから逆のことも教える、忘れるの苦手なんだから逆のことを教えるんです、はい、そういう、ことを普段は気をつけながら、この犬とで実は、まあ、この辺に猫が隠れてるんですけど、はい、犬と猫と生活しています。まあ、こんなところですね。実はその、しつけるとか犬を自由自在に動かしたりとかあるのかもしれませんけれども、その練習っていうのはこういう生活の中にいっぱい散りばめられているっていうことがご理解していただければいいなと思って、今日はこういう内容のお話を準備させていただきました。お手元にはですね、今日のスライドの重要な部分と、それからお座り、伏せ待て、おいでの教え方っていうのをイベントのたびに、私の研究室で配布させていただいているものをご用意いたしました。何かの機会がありましたら、まあ、有効に活用していただければ嬉しいなと思います。それでは、この時点で私のお話を終わりにさせていただくんですけれども、何か個人的にご相談等ありましたら、私まだしばらくここにおりますので、お気軽に話しかけていただければと思います。それでは終わりにいたします。どうもありがとうございました。